片山さつきさんは5月以降のガソリン税を一時的に下げるトリガー条項発動が先送りになったことについて言及した。片山さんは能登を除こうと思うとトリガーの発動は難しいとのこと。それに対してコメントでは、能登の災害とトリガー条項は関係ない、大阪万博は影響ないと言っていたのにトリガー条項は被災のため無理っておかしいとか、いつまでへりくつこねてダラダラと先延ばしにしてるのか、減税を嫌がる財務省の言いなりなどの意見があった。まあな、能登半島地震が言い訳に使われたん腹立つな。利権のための企業献金でズブズブの自民党がトリガー条項発動するわけないもんな。財務省の言いなりで国民の方向いてない、どこ見てんねん。はい、麻生さん、能登の人ら寒いで、こういう安なるんは助かるで。岸田さん訪問した時被災者に寄り添う言うてなかった、誰に寄り添ってんねん。はい。